たぬき開発無人島移住パッケージ、うん、ほう。豆吉こんばんは、ようこそお越しくださいました。こちらは無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。そして僕たちはこの移住パッケージのガイドを務めておりますたぬき開発の豆吉とつぶ吉でございます。はい、語尾伸ばす系だね。はい、僕たち2人も お客様と共に島に渡り暮らしのサポートをさせていただきますので末永くお願いいたしますね。はい、それでは早速ですが、無人島へ移住するための準備を今から進めてまいります。最初にお申し込みの確認を、いたしますので、お客様のお名前と誕生日を教えていただけますか。2人同時に喋ってるっていうことこれ、そういうことなのかな。まあいいか。はい、始まりましたね。それではね、今日からこの集まれ動物の森の実況をね、やっていこうと思います。動物の森、シリーズ自体はね、ゲーム自体はしてるんですけど、きちんとプレイするのは初めてなので、特にね、目標と定めず、まったりやっていけたらいいかなと思ってます。はい、で、最初は、名前を決めたらいいの、じゃあ普通に入れていきましょうか。よいしょ。はい、てんてん。もう短いんでね、僕のね、名前ね。よし、の、2文字でいきましょう。はい、ジノさんね。はい、OK。誕生日、一応まあリアルに入れときましょうか。7月のね、僕は9日なので、トム・ハンクスと同じ日ですね。はい、よし。日本だと、草薙くんですね、スマップのね。ジノさん、はい、と、うん、はい、確認できました。では続きまして、今度はジノさんのお写真を撮らせていただきます。いや、どっちかでいいよ、喋るの別にね。身だしなみを整えていただく時間は十分にありますのでご安心ください。せっかくですから、なりたい自分になっちゃう感じでお好きなだけ整えてくださいね。後で変更もできるの、男の子の、まあ、男の子でいいですけど、どんな感じでしょうかな。まずは肌、白い、これぐらいかな。じゃあこうだね。髪型、そんなにないことない、髪型、こんだけしかないの。近いのはね、こんな感じかな。髪の色か。色は、黒。ちょっと明るくしとこう。これ、なんかでも。これ、でも人種がちょっと変わってしまいますね。これぐらいかな。よし。で、目ですね。目は、結構いっぱいある？いっぱいあるな。どんな感じやろ。上と下どっちが、まつげがあるかないかみたいな。微妙に違うんだ。結構あるんだね。これがオーソドックスな感じ。いや、選びにくいな、これ。まあ、こんな感じかな。下まつげ。おかしいな。ちょっと眠たそうな。こういうのも可愛いけどね。いや、わからへん。選べへんな。まあ、これへんやな。よし。で、鼻口。丸ですかね。口はこんな感じ。はい、チークは、つけとこうか、一応ね。決定。はい、よし、こんな感じでいきましょう。
おお、その拍手するとこじゃないんじゃない、別に、うん、いい感じだと思います。この写真で、登録させていただきますね。次はこれから移住する島を相談しながら決めていきましょう。まずはじめに、うん、当社の無人島移住パッケージの特徴は四季の流れる環境で季節の変化を楽しんでいただけることでございます。そのため季節の流れ方が異なる北半球と南半球の2つのエリアに島をご用意しておりますが、新生活をスムーズに始めていただくため、これまで慣れ親しんだ気候と近い環境への移住をお勧めしております。今ジロさんがお住まいの場所はどちらになりますか、うん、日本？海外？うん、まあ、日本だけどね、うん、はい、日本語上手なわけです、うん、まあまあね、うん、そういうことでしたら、北半球の島への移住をお勧めしますがいかがでしょうか、うん、よし、南半球人の言うことは聞かない、はい、かしこまりました、はい、でしたら南半球にある無人島の中から実際に移住する島を選びましょうね。せっかく移住するんだったらやっぱりガラッと変えた方がいいですよね、うん、いくつかの島の地図を用意してありますので移住したい島を選んでください、うん、どの島をお選びになっても無人島は無人島ですので何にもありません、繊維、うん、大した違いもないので島の形はこのフィーリングで選んでいただいても問題な、何その花どういうことその花、うん、地図をお見せしますのでこちらの中から好きな島をお選びくださいませ。どんなかいいかってか、どうしよう、あんまり変わり映えはしない、なんかバランス的にはこんな感じの方がいい、こっちの方がいいんかな、これにしよっかな、なんかねこれすっごいごちゃごちゃしてそうでした。シンプルな方がいいかな、よしこれにしよう、はいはいはい、ジノさんや僕たちの新生活の舞台もこれで決まりましたね。それでは最後にもう一つだけ質問です、はい、もし無人島に一つだけ物を持っていくとしたらこの中のどれを選びますか。寝袋、明かり、食料、暇つぶし、うん、まあ、順当に考えると食料だけど寝袋でいいかな、寝袋持っていこう、うん、じゃあまだ だってね、春でしょ今ね、うん、まあ、南半球だから季節は違うんですけど、うん、寒い中で絶対寝れないんですよ、はい、無人島といえば定番かなと思って興味を、うん、あ、そういう質問、実際にその組み込まれるわけじゃない、お客様にご案内です、たぬき開発無人島移住パッケージチャーター便はただいまご搭乗、いきなり乗っちゃうの、え、もうそんなあれなん拉致される勢いで乗せられるわけ、はい、ゲートまでお越しくださいます、今決めたばっかりや、ね、ちょうどいいタイミングで飛行機の準備も終わったようですね、うんうん、一緒に出発しましょう、はい、もう行くの、行っちゃった、グッドイブニングエブリワン、うん、うん、本日は無人島維持びっくりした、ずっと英語続くんかと思って、はい、チャーター便のご搭乗誠にありがとうございます。到着までの間無人島生活のイメージ映像をご覧になっておゆっくりおくつろぎください。無人島生活、あ、今までね、まあ、サバイバルゲームはね、数々やってきましたけども、はい、おー、いい、のどかですね、こんな感じになったらね、セミがいますね、うん、木の枝を拾い、アゲハチョウ、本読んでんの、うん、雨の中釣りするんですか、うん、あ、コオロギみたいなの捕まえてたね、焚き火と、うん、人いっぱいやん、でもまあちょっと分かってはいましたけどね、はいね、誰これ、うん、いや、こんな友達できひんよ多分ね、うん、ほとんど一人で過ごしますよ僕、はい、パーティーとか絶対しないと思うんですけど、はい、あ、こんな感じになりそう、うん、そうそうそう、うん、
森これで、あのホタテは美味しそう、たぬき開発プレゼンツ、有名なんですかこの会社。お、始まりました。はい、これから降りる場所を探してみんなでバトルロイヤルって感じですよね武器がありそうな場所に降り立たないと。降りましたね。はい、びっくりした。はい、皆さん長旅お疲れ様でした。まあ、南半球まで来ましたからね。ここは空港なん一応着いたばかりのところ申し訳ないのですが、皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けていただきます。何人か一緒に来たのね。はい、近くにうちの社長が待機している広場がございますので、まずはそこまで移動をお願いします。それじゃあ案内しますので、僕たちについてきてください。はい、一応コントローラーでねやってますけど、はい、ちょっとあえて、あ、飛行機だ。ああ、こういうタイプの飛行機ね。あの、水の上に着陸できるやつ。はあ、よし、入れんの。うん、みんなについていかないと迷子ならない、ならない、大丈夫。うん、よし、これ拾っとこう。あ、拾えへん。え、何もできひんねんけど。あ、揺らせた。え、どうやって拾うの？何？これチャットか。はいよ。ちょっとずつ覚えていく。はい、来ました。この人、ゾウ ?XL。すごいな、うん。ちょっとなんか力仕事がいりそうな時はこの人に頼みましょう。オリエンテーションを始めてもらう心の準備はできてるか？できてたらスタッフに声をかけてくれ。うん、仕切ってくれてるの。この人は？レイラ。オリエンテーション楽しみだよね。うん、ちょっとセーター伸びすぎじゃないですか？大丈夫それ、うん。うちは話を聞く準備できてるから、あんたがガイドさんに声をかけておくれ。うん、この人？社長？ゆっくり。こう後ろから話しかけたら？後ろ見てくれる？向かへんのか。うん、ちゃんと揃ってますか？念のため、転校しない。もういいでしょ、別に3人やからさ、別に。うん、リーラさん。はい。XL さん、チロさん、はいはい、大丈夫ですね。うん、今回の申し込み者3名お連れしよう、なんか実験台で連れてこられたみたいな感じするんですけど、はい、はいはい、ご苦労様でした。だも、うん、だなも、うん、ではん、どうもどうもどうも、うん、皆さんようこそ。旦那も、うん、ちょっと慣れないといけないね、この語尾に。うん、僕はこの無人島移住パッケージを企画したたぬき開発の社長、たぬきちと申します。旦那も、うん、今日から皆さんはここで一緒に無人島生活を始めるんだなも、うん。とはいえ、これはあくまでもパッケージプラン。皆さんが楽しく安全に暮らせるよう、僕たちスタッフも住み込みでサポートさせていただく、だなも、うん、ということで、まず皆さんには寝る場所の確保をお願いするだなも、うん、僕は不動産業もやってるから無人島に立派なお家を建てることもできなくはないけど、せっかくの無人島の暮らしを存分に味わってもらえるよう、今回はテントを用意させてもらっただだも、うん、もらっただ、うん、だなもとだもが、うん、ここにいる豆吉かつぶ吉からテントを受け取って好きな場所に貼ってきてちょうだい。テント受け取んの？その前どっちが豆吉でどっちがつぶ吉かっていう区別つくんですかこれ？え、違いある？これ今のとこ旗持ってるか持ってないか、うん、持ってる方が豆吉、つぶ吉やった、うん、こちらが次郎さんの部のテントになります。はい、もらえた。一人よ。気に入った場所が見つかったら、ポケット X のポケットからテントを選んで貼ってくださいね。テントを貼るにはある程度のスペースが必要なので、貼れるかなと思ったら、とりあえず広げて試してみてください。それからこの島の地図もお渡ししておきます。結構大きいんですかね。うん。そんな巻物みたいな地図の、うん。ここまで戻ってきてくださいね。はい。行ってらっしゃいませ。
よし、行ってきますよ。ああ、地図？テントしかない。閉じる。ここに貼れへんの？A ボタン。ここに立てる。うん。別の場所に。さすが無理ですか？こことか。まあでも、これカメラは、この角度しか変わらないんだね。うん。ってことは、なんていうの、手前に物がこうあったりとかすると、見にくいから。これどうやって、さっきどうやって揺らしてる？あ、いいか。取れんのこれ。どうやって拾うの？拾えへん。またアイテム拾えへんのかな？うん、違う。またチャットを選んでしまった。はい。テントを張るか、とりあえず。あ、何だっけ。XL ね。うん、これからよろしくな、デゴンス。みんな語尾ついてるんですか？いい場所は見つかったか？オイラは自然を感じられるところにテントを張ってコロコロと体を鍛えようと思ってるんだ。うん、まあいいですけど、それぞれ目標はね、みんなって。ああ。僕ね、まあ無人島じゃないんですけど、過去にね、まあちょっと瀬戸内海に浮かぶ島で実際にテント生活をしたことがあって、まあなんとなくね、その時の気持ちと、あ、ここいいな、この滝のさ、こういうとこがいいんじゃない？うん。第一候補、この辺ね。この辺。ちょっと狭いかな。木があるからね。テント生活ね、実際にしたことあるんですよ。うん。懐かしいです。瀬戸内海に浮かぶ、ね、すごいちっちゃな島ですけど。で、大体この砂浜にね、建てたりすると、あ、なんか海が近くてね、いいなとか思うでしょう。うん、でも、満潮と干潮ってあるじゃないですか。だからこの辺にテント建てて、寝てると、寝てる間に水がテントの真下まで迫ってきて、びっくりすることありますんで、はい、それはやめといた方がいいですね。はい、経験者なんで、僕それ。なんで、ちょっと、まあ、砂浜からは、やっぱここかな？滝が見えた方。これ向こうに行けへんのかな？まだちょっと無理なんですか、それ。滝見えるとこがいいな、せっかくだし。ここら辺。この、ちょっとだけ開けてるんで、ここにしようか。ね。いい場所だね、多分ね、ここ。よし。テントを選ぶ。ここに立てる。水辺が近すぎて十分なスペースがないよ。もうちょっと下。ここら辺。いける？ここにテントを張ろうかな。張っちゃう？一回ここで。ちょっと木が邪魔かもしれないけど。うん、張ろう。想像してみる。ここに決めちゃう。ちょっと想像してみます。うん。あ、これ、あれかな。木、カットしてくれるんじゃない？多分。なんかそんな感じやな。ちょっと待って。そしたら、よいしょ、左の木なくなってたもんね。この木がちょっと邪魔だから、ここら辺に、立てよう。ちょっと試してみよう。はい、だったらこの手前の木はカットしてくれるんじゃ？想像してみる。ああ、いいね、いいね。こうしよう、ここにしよう、ここ。よし、オッケー。立てました。はい。自分のテントを張った。うん、まだその時にね、過去に使ってたテントありますよ、家にね。はい。よし。で、戻んの？アイテムどうやって拾うの？あ、走れる。これかな？わからへんな。まだ拾えへん。揺らせるけど、なんか、あ、枝も落ちてるんや。へぇ。どうするんだろうな。まあいいわ。で、戻ってくんの？うん、あ、ジロさん。もうテントを張り終わったんだ。
だもん、うん、他の2人が戻ってきてないからまだ場所を探してると思うんだよね。ここで待ってても退屈だろうし、手伝いが必要な人がいないか様子を見てきてもらえると助かるだの、うん、手伝うの？ノコギリ、アイテムの拾い方を教えてください。違うな、どのボタンで拾うんだ、わからん。閉じる、選ぶ、違うな、まあ、そのうち出てくるか。うん、あんたは確かチノって名前だったね、うん、セーター伸びてる人ね。レイラだよ、よろしくじゃんよ、うん、もういい場所見つけたのかい。フィーリングで決めようと思ってたんだけど、どこもいい感じだから意外と悩んじゃってね。とはいえいつまでも悩んでられないし、そろそろこの辺りで決めちまおうかと思ってるんだけど、うちのはどう思う？よし、探してあげよう、見つけてくれるっていうのかい。そう、気が利くね、よし、信じて任せよう、任せてくれる、いいと思う場所に貼っておくれ。広場で待ってるよ。おお、なちょっとここに貼ってあげようね、あの波打ち際に寝てる間に水に浸かりそうなところは、あ、ここでいいんじゃない、じゃあここに貼っとこう、もういいわ、いいよ、適当でいいよ、人のやつは。テントの形違うやん、こっちの方が大きいな、空間は。よし、まあいいや、ね、寝てる間にだんだんね水が入ってきますんで、ここよし、ダッシュはできるけど、もう一人、じゃあ XL さんの場所は、ああ、テント張り寄ったよ、自然を感じられるところ、ああ、さっき言ってたね、こんな、と思う？よし、探してあげよう、探してあげる、預けたぞ、いいの、そんな信用して、テント、お前のおすすめの場所に貼ってやってくれ、新生活のイメージトレーニングをして広場で待ってる、よし、任せろ、よし、ここでいい、ここで、よし、よし、貼ってあげた、よし、テントの場所決めた、全員のテントの場所も決まったし、広場に戻ってみよう、はい、OK、勝手に戻った、おかえりだな、もちょっと夕方になってきた、気に入った場所は見つかったかな、だなもって言わないの、とりあえず寝泊まりしてみて、不便に感じることがあればまた相談してくれたらいいだな、もそれよりもこれで無事に寝る場所も確保できたわけだし、今日は親睦会も兼ねてこの広場でキャンプファイヤーをやりたいと思います。いいですね、無人島生活らしく必要なものも現地調達するだな、だも、よし、薪分担はこうするだな、もリーダーさん、XL さん、豆吉、つぶ吉の、この、ここで会場の設営を、ジノさんと僕は燃料になるものや食べられそうなものを集める、準備を始めるだなも、はい、何を集めるの、はい、火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきてちょうだい、そこら中に落ちてる木の枝をあと10本、ああ Y で拾えたのか、さっき拾えなかったからこれからだね、この島の木に生えてるリンゴらしき実の正体を調べておくだな、もリンゴでしょこれどうせ、よろしくだなも、よかったですね、僕あのリンゴ好物なんで、よし、拾おう、10本ね、リンゴも持っていこうよ、せっかく、なんか揺らせたよな、さっき。あれ？どうやって揺らすんだったっけ？こっか。リンゴ？違う。
あれ？あ、こっちか。よし。枝も落ちてこなかった？そういうことでもさっき。あ、次だ。2個。こんなもんなんか。2個ずつぐらいですか？よし。まだちょっと操作が慣れてないぞ。2個だな、落ちてくるの。なんか、あ、違うもん拾った今。まあいいわ、どんどん拾っていこう。最初はアイテムね。何でも全部拾っていきましょう。あ、これが抜けんのか。何これ、これはなんか苗っぽい感じだね。石は取れんの？石は取れん。雑草か全部雑草か。まあいいわ。じゃあちょっと枝を10本ね。どうせならリンゴをもう取っていこう。よし。うん、雑草抜きたいね。どんな草が他にあるんでしょうか。お花とかもありそうですけど。あ、これ枝落ちてこへん。よし、何してんやろこの人。木の枝を10本集めた社長に声をかけてくださいね。あ、掃除してる。キャンプファイヤー楽しみだな。なんだかワクワクしてきたぞデゴンスそれおかしくない？来たぞデゴンスはおかしいよね、ちょっと使い方。うん、つぶきちは旗持ってる方ね。雑草をむしられた場合は一旦持っておいてもらえると助かります。うん、お持ちいただき買い取る形でお引き取り。あ、なるほどね。めっちゃ拾うぞそんなよし、これで大体、まあ、雑草はね、全部取り終えましたね。リンゴもね一応全部取りましたちょっと木の枝を10本取ってきてって言われてこんだけちょっと集めてしまった。はいあと木の枝でね、一応分かったことがあって、この一つの、木をね、ここでちょっとやってたんですけど、こう揺らしていくと、あの木の枝がね、落ちてくるんですけど、何回か揺らしてるとね、こう落ちてくるんですよ。こうやってね。それが、こんだけ落ちてきますね、一つの枝から。はい。枝っていうか木から。だから、1、2、3、6、6、12、14個ですかね。でも、まあ、これを1個拾うと、もう、この状態だとね、落ちてこない。あの、この状態ですね。この状態だと、もう落ちてこないんですよ。うん。でも、1個こうやって拾うと、落ちてきます。これが一応マックス。うん。っていうのは分かりました。はい。まあ、いいよね。何本取ってくればいいって言ってた。10本って言ってた。こんないらんかったな。めっちゃもう一晩中焚き火できる。無事に木の枝を集めてきてくれたみたいだなもんね。うん。しかも多めに持ってきてくれた。うん、だいぶね。うん。必要なのは10本だけだから、あまりはまた何かに役立ててちょうだいと。それじゃあお願いした本数だけこっちで預かっておくだなも。うん、雑草もなんかね、買い取ってくれるみたいなこと言ってたんで、うん、全部取ってきましたよ、取れる範囲のやつ。無人島移住を希望する人だけあってさすがに仕事が早いだなもとね、20分ぐらいやってましたけど早い方なのかな。食べ物の調達だなも。木の枝を集めてもらってる間、島の木になっている実について調べておいただなも。リンゴに見えたあの実は、正真正銘、紛れもないリンゴだということが分かった。うん、よかった。ところで、ジノさん、うん。あ、ということで、リンゴを人数分の6個収穫してき、てほしいだなも。6個でいいんですか？うん、6個でいいんですか？もしかしてジノさんもう人数分のリンゴ持ってる、うん、そうですよ。もうね、10本集めてきてって言われて10本だけしか持ってこないのはね、もう仕事できない人ですよ、うん、前もってそこまでねやっとくんですよ。はい、
気が効いてるだろう、もう読めましたからね、それはね、それじゃあそのリンゴも預かって大急ぎで準備を進めるんだも、うん、ね、よし、まあリンゴ6個ね。あ、暗くなりましたね。はい、さてさて、うん、これで準備は整ったんだも、うん、それじゃあキャンプファイヤーに点火します。皆さん改めましてようこそなんだも。僕はこれまでいろんな土地で商売や不動産業をやってきたけれど、この無人島移住パッケージは僕のこれまでの経験の集大成として立ち上げた一世一代の新ビジネスなんだも。当初の計画よりは少ない人数でのスタートになっちゃったけど、まあでもこれぐらいの人数で始めてここから徐々に広げていく方がやりがいもあるってもんだなも、うん、というわけで皆さんもこの無人島の一員として、あれ、よく考えたらこれだけ住民がいたらもはや無人島とは呼べないだなも、うん、人じゃないからいいんじゃないですか、別に動物でしょね、人は一人だけだから、そうだなも。僕たちが最初の住民でこの島に名前をつけるだなも。いいんですか、それ勝手につけて。一人一人アイデアを出し合って多数決で決めるんだも、うん。今から少し考える時間をあげるから、みんなが考え終わったら、せーので発表するだなも。名前を決めれるんですね。昔ね、僕がそのテント暮らしをしてた島が、あ、まあ、瀬戸内海ね、実際にある島なんですが、小木島っていうね、男の木の島って書いて、小木島っていう島だったんですけど、映画のバトルロワイヤル、あのビートたけしがね、出てた、政党同士が殺し合う島ですね、のモデルになった島っていうとこだったんですけどね、はい、まあ、それだから行ったってわけじゃないんですけど、映画小木島だった。まあ漢字では男木島って書くんで、男木島にしようかなと思います。はいね男木ね、そのままだとあれなんで、男木島にします。うん、よし、まあね、気になった人はいっぺん行ってみてください。香川県にありますね、瀬戸内海にね浮かぶ島。OK、そろそろいいだなも、うん、じゃあみんな一斉に名前を発表、一斉に言うの、一人ずつじゃなくて、せーの、ネイチャーマッスルだなも豆粒みんな見事にバラバラで、どれもとってもいいだなも、この中からどれにするか順番に名前を言うから、賛成なら拍手をするだなも、うん、じゃあ異色のネーミングセンスが光ってたジノさんの提案からいくだなも、はい、男木島ですよ、はあね、ちょっとむさ苦しい感じがしますけど少し、はい、あ、いいの、うん、いきなり全員が拍手とはすごいだなも、うん、全員が賛成ならもうこの男木で決定しちゃっていいだなも、うん、OK、 モチの論だよ、あ、また聞いたのか前何やったか、なんかのゲームしててそれ聞いたんだよ、モチのロンダ、うん、今日からこの島は男木で決まりだなも、うん、はい、島の呼び方、男木島、男木島、島だね、うん、島にしましょう。今日からここは男木島ってことで、それじゃあジロさん、男木島の名付け親ということになるので、今後も男木島の重要な決定はジロさんに相談させてもらおうと思うんだも、うん、ジロさん男木島の島民代表、マジですか、まあ、人一人だけだからね、うんうん、島民代表に就任した挨拶として何か一言お願いできるだなも、うん、よろしく頑張ります、任せてちょうだい、もう任せてください、はい、さて無事島の名前と島民代表も決まったし、すっかり遅くなっちゃったけど今から乾杯するだなも、その背中が燃えるとかいうオチはないんですかねちょっと期待してたんだけど、
何それ飲んでるの、何それグラス、なんでそんな蜂蜜入れる瓶みたいな感じになってるの。島民代表の次郎さんに取ってきてもらったリンゴで作ったフレッシュジュース、ああいいですね、リンゴジュースね。男気島と皆さんに幸あれ、乾杯。僕がやるんじゃないの乾杯は、まあ、いいですけど、はい、燃えてる。とりあえず燃えへんの、あ、タンバリン叩いてる。楽器できんの、タンバリンぐらいは誰でもできる、どんな島になっていくかはオイラたち次第なんだよな。仲良くやっていこうぜデゴンス。そのデゴンスの使い方はちょっと無理があると思うんですけど、やっていこうぜでいいですよそれはね、タンバリン係ね。じゃあねお願いします。はい、リーダー、リーダーは、キャンプファイヤーで親睦会だなんていかにも無人島らしい演出じゃないか、ワクワクしちまうよじゃんよちょっとみんな語尾の付け方さ無理やり感があるんですけど、この髪型すごい、髪型っていうか模様すごいね、このこんな鳥いる、これがつぶきち、男気島ね、はい、本当は小木島っていう島があるんですけど、声に出して呼びたい、いい名前ですね本当。素敵な提案をしてくださってありがとうございました、まあまあいいかね、懐かしいですね、そういう昔をねちょっと思い出しながら、あーゲームしようかなと思います。はい、スタッフとしてこの島に移住してきましたけど、僕たちも無人島生活は初めてなんです、不慣れなことも多くて頼りないかもしれませんが、同じ島民同士よろしくお願いします、ジュース飲んでないの、楽しんでくれてるだな、も今日は夜通し火を焚いてるから疲れたらテントに戻って休んでくれてもいいだな、も休もうかな、まだもうちょっと楽しむ、好きなだけ楽しんでちょうだいね、休みたくなった時はテントに戻る前に一声かけてちょうだいね、渡したいものがあるだな、もテントに戻るも同じよ、これちょうだい、これあんの、このテント入れへんのかな、入れへんの、あ、ちょっとちょっと、このテント案内所だけどまだ準備中で散らかってるから今は入らないでほしいだろうね、なるほどね、雑草さ全部抜いたんだけど基本的に、まあ、ちょっと木の裏にあるやつとかは抜けてないかもしれないけど、どれぐらいで生えてくるんでしょうね、まあ、まだ周りにこんだけあるから川もそのうち渡れるようになるんでしょうかね、綺麗でしょほら草全部引いたんでポストがあるってことは手紙も来る、あ、ここに残ってた雑草、自分のテントの周りに残ってたやん、木の枝はねこうやって揺らしたらもうどんどん落ちてくるんで、いくらでも手に入るけどそんなにいるんかどうかわからない、まあまあでもこんだけあったらいいとこですね、まあ、リンゴがなってるんだったら食べ物にはまあ困らないだろうし、まあ、海もね、あの水でも近いんで魚も取れそうですしね、いいですね。小木島はね確かね、その海水浴はあんまできんかった気がするな、そのテントが張れるスポットはね前の海、あのこういう場所、砂浜にあのテントが張れる場所があったんですけど、あのその前では泳いじゃいけないよって言って言われてたんで、あ、1個落ちてた、あ、これ拾ってなかった、まあいいよこれ置いとこう、まあいっか、まあ、草はまた何日かしたら生えてくるんでしょうかね、どうなんだろう、まあいいわ、よし、はい、楽しんでくれてるだな、も、散歩してきました、休もうかな、休みますじゃあ、はい、じゃあこれを渡しておくだな、も何それ、キャンプ用のベッド、ああなるほどね、テントの中で広げて休んでね、あとテントの中に置いてある箱の中身は支給品のキャンプ用品だから開けて自由に使ってくれていいだな、も箱を開けたり物を使うときは A で、ベッドに横になりたいときは L スティックで寝転がればいいだな、も
明日からは本格的に島の暮らしが始まるわけだし、今日はゆっくり休んでちょうだいね、うん、お疲れ様。いいですか、じゃあ寝ますか。寝よう。この箱何、掲示板とかあるんだね。あと拾えるもんないんかな。魚もね、魚釣りもできるみたいな、うん、もうない。草、雑草、しまいや、寝よう。お、入れる、入れた、うん、まあ一人用なら十分な大きさのテントですね。ダンボール箱ある。おお、何これ、あ、ラジオ、え、どうしたらいいの、これは、あ、ライ、ランタンね。押せる、押せるんだ。ラジオはいいよ、うん、流れてる、うん、止める、はい。ベッド、これも持てへんかったら どうなってたんだろうね。え、捨てるってできんのこれ。1個置く、この辺に置く、1個開ける、なるほど、まあいいわ。キャンプベッドをこの辺に飾る、うん、大きいね、広いね、まあいいか、まあ、寝よう、うん、このまま少し眠っちゃう、まあ寝ますか。うとうとしてきた。おお。足組めてない気がするんですけど。トタ、ん？トタケケって誰？うん、いや、ついに一人で暮らす決心をしたんだね。いいもんだよ。ああしろこうしろと指図する人もいないし、うん、好きな時に好きなようにやったらいいんだもんな、うん、一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしいよ。だけどさ、一人で暮らすとなるとふと寂しくなることもあるんだよな。そんな時すぐそばに仲のいい友達がいてくれると全然違うんだけどね、うん、友達の笑顔ってやっぱりいいもんだよ。一人で長々と喋っちゃってごめんな。ギターは弾いてますか、うん、もうそろそろ目を覚ました方がいいよな。あ、そうそう、この世界では一人で暮らすより大勢で暮らした方がきっと楽しいと思うよ。たくさんの友達が君の場所に遊びに来てくれるといいね、うん、でもそういう風にさ、大勢で遊びたいっていう人はわざわざ無人島に行こうって思わないことない、うん、いきなりこのゲームの本質を否定 してしまってる、うん、まあいいか、はあね、別に友達のいるとこで遊べばいい話だしね、うん、目覚めた後は現実と同じ時間の流れの中で君の暮らしを楽しんでくるよな、うん、またそれじゃあまた。そう、ね、無人島に一人になりたいから無人島に行くんじゃないの、どうなんでしょうね。はい、ジノさん。おーい、ジノさん。起きてるだな、もう。起きてたら、ちょっと外に出てきてほしいだもん。出る。おー、起きた。うん、よし。ライト消すの忘れた。夜だ。あ、メール来てる。うん、よかった。無事だったんだもんね、うん。テントに戻ってから丸一日見かけないから心配しただな、もう。うん、え、そんなに寝ちゃってました、うん、あはは、新しい環境に体が慣れなくて疲れちゃったのかもしれない、うん、ちょっと初日からね草引きしすぎましたね、うんうん、それはそうと、今日から本格的に暮らし始めるにあたって移住者の皆さんに大事なものを配りに来たんだもん。まずはこれをどうぞ。スマホ、うん、今回の移住パッケージのために開発した我が社オリジナルのスマホ、うん、あ、動作チェックしておきたいからちょっと電源を入れてみてくれない、うん、はい、入れますよ、うん、ようこそ。どっちですか、子供系、あのキッズ携帯みたいだね、なんかアイコンが、ちゃんと電波も入ってるだもんね、
電波入ってんのここすごくない？じゃあ一旦閉まってもらっていいだな、もう、うん、もういいの？ちなみにジノさん、今までにスマホって使ったことある？うん、あるよ、持ってるよ。全くないです、全くないですってちょっと言ってみようかね。どういう風に言ってくれるんだろう。全くないんですけど。うん、そっかそっか。じゃあ無人島デビューに続いてスマホデビューおめでとう。あ、それだけか。この島の暮らしに絶対に役立つから、この機械に使い方を覚えてちょうだいね。それじゃあ次に渡すものだけど、はい、これ、はい、この移住パッケージの請求書あー、まあね、借金返すゲームなんですよね、動物の森ってね。渡航費、人件費、設備費、スマホ代、もろもろ合わせて合計49,800ベルになります。いくらなんだろうね。円換算で出してほしいんですけど、49,800円だったらまあまあまだいいかな。うん、ね、OK です。払えません。 OK、うん、払えません。持ってないよ。持ってないけど OK って言ってみる。はいはい、毎度ありーで、ちょっとちょっとジノさん、お金全然持ってないじゃない、うん、ベルは持ってない、円はあるけど、銀行を教えてください。両替してください、両替。ジノさん、さては無人島だからって何も持たずに来ちゃった。だもんね。うん、てか、いきなり連れてこられたからね。うん、受付したら、うん。まあでも心配はいらないだなも、うん。こんなこともあろうかと。このパッケージでは移住費用を現金ではなくマイルで支払っていただく特別なプログラムに加入いただけるだなも。うん、怪しいな。ベルが現金なんですか？うん、その名もタヌキマイレージプログラム。うん、マイル？タヌキマイレージ？何それ？タヌキマイレージ？まあそのままなんだけど、飛行機に乗ったり島で活動したりするとポイントが貯まるシステムだろうも。うん、つまり島での暮らしを楽しめば楽しむほどポイントが貯まって移住費用も支払える、とってもお得なサービス。すごいなそれ。どういう成り立ちをしてんの、その、うん、経済成り立つんですかそれで。ちなみに移住費用は本来の現金だと49,800、マイルならなんと5000マイルポッキリ。とにかくうちのさんはこのプログラムに登録させてもらったから、現金ではなくマイルで支払ってね。具体的なポイントの集め方は、私たちスマホに入っているタヌキマイレージのアプリをチェックしてね。なんかドコモでもね、歩いた歩数に合わせてなんかお金が入る、ポイントが入るとかありますけど、そんな感じなんでしょうかね。うん、それじゃあ僕はこの辺で失礼するだのも、今後ともタヌキ開発をごひいきに。はい、始まった。 OK、うん、かわいいね。新生活が始まった。何をするものも自分次第、自由だ。やりましたか。ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れていきます。画面右上に、何セーブ、オートセーブしていますので、電源ボタンに、触らないでください。またマイナスボタンを押せば、好きなタイミングでセーブしてゲーム終わる。ああ、なるほどね。よし、今セーブね。はい、2時40分です。はいこれ夜やから夜になってるってこと？昼間やらないかんの？朝、明るい時にプレイしようと思った。この ZL って何ですか？あ、スマホか。カメラ、タヌキマイレージ、マイデザイン、緊急脱出サービス、パスポート、マップ。パスポートって何？お出かけの通信したアイテム。はい。はい。うん。コミュニケーションきっかけづく。なるほど。プロフィール？プロフィール？まあ、今いいか。カメラ、タヌキマイレージちょっと見とこう。はい。応じて、マイルをプレゼントします。たまったマイルは島の案内所にある端末で、さまざまな特典やグッズと交換できます。島での生活を楽しみながら、マイルを暮らしにお役立てください。はい。受け取る。最初にもらえるやつ。いくら？フライトの特典。500マイル。うん、いいじゃないですか。5000マイルって言ってた？借金。目指せ釣り名人。うん、
すべての基本は挨拶。新しくできた仲間との共同生活。うん、挨拶ね。積極的にコミュニケーション。大学のオリエンテーションみたいね。なんかね、最初の。昆虫ハンターね。最初は、アガーデニング、フルーツ狩り、フルーツを売った個数に応じてマイルをプレゼントして、島の特産フルーツはよその島で売ると高く買ってもらえることがあるみたいだな。へぇ。貝殻拾いの達。貝殻を売った個数。うん、こだわり、あ、なんかいっぱいあるな。どこまでだ、思い出写真を。うん。写真を撮る。パスポートの更新。もマイル。うん。掲示板でコミュニケーション。はい。島の景観強化。あ、家具でのデコレーションが。どんだけあの、マイデザイン作ってみますか。へぇ。こんだけや。とりあえずできそう。あ、まだあるな、でも。全然あるわ。めっちゃ遊びそうやな。なんかできそうなやつなかった、さっき。写真撮ってみようか。うん、とりあえず、この初日の、うん、はい。うん、いいわ、はい。よし。うん、ちょっとポストが映らへんねんけど。これでいい。撮影。んプラスが撮影。あ、違うな。ズームはこうか。あ、ちょっと気が邪魔やな。まあいいわ。ちょっと暗いしな。この R は何？ん？これ集まるってこと？ああ、これで、カメラの角度は変わらない。ノーマル、くっきり、ポップ、ふんわり、ドラマチック、フィルム、モノクロ、アンティーク、ノーマル、何だっけ？ドラマチック。これにしよう。よし、じゃあと、ちょっと暗いね、でもね。まあいいわ、撮れた。よし。やめる。こう。で、なんか、メール来てる？任天堂。この度はアップデートのご協力ありがとうございます。更新データを受け取った。プレゼント。なんかもらう。うん。戻る。もう一個あるよ。移住おめでとうございます。うん、プレゼント送ります。うん。すべて、こんだけね。うん、あ、これその他か。よし。プレゼント？これか。開ける。任天堂スイッチ。もらった。うちは？素朴な DIY 作業、あ、作業台もらえるんだ。これ、どっか置いといた方がいいんじゃない？室内に置かなかん？覚えるって何？覚える。どうやって覚えればいいんだろう？ちょっと、この辺に置くよ。外に置いたらいいんだよね。覚える。この辺に置く。置いた。ちょっと待って。作業台のレシピなんですかね、これね。服は全然持っていい。外す。開放的になっておきましょうよ。うん、うん。よし。あ、でも服持たないかんのか。アイテム入れるやつを、この辺に置く。飾る。置く。もういいか。ちょっと、それ、タンス的なの。何？ハイガエル。まあいいわ。雑草がさ、山ほどあるから、雑草とリンゴとりあえず売っちゃおうよ。ね。お？あれ一人いいひんよ。たぬきち、はい。いらっしゃい。見ての通り、すみは苦しいけど、よかったらゆっくりしていてね。うん、何かアドバイスいっても遠慮なく僕に相談してください。必要なものがあれば、豆吉に来て。つぶき、え？つぶきちはどこに行った？不用品の買い取りもやってるから、お金が必要なときは何でも持ち込んでみたらいいだろう。うん、そうそう、それから？
島暮らし便利に使える道具 DIY で自分で作ってみるという無料のワークショップもやってるんだ、うん、この先絶対役に立つし、ジノさんもぜひ体験してみてちょうだいね。はい、まあ、いいよ。とりあえずその雑草がさいっぱいあるから売っていいですか、うん、来てください、うん、移住された皆さんのためにちょっとした日用品などを販売させていただき、ペースの都合で商品は多くないですが、その代わり毎日入れ替えますので、ぜひチェックしてみてください。今からでもご覧になりますか、うん、見てみる。どうぞ。ディレクターズチェック。これはベルってこと。バーベキューグリル、いいな。しょぼいついさを、しょぼい闇、じょうろ、パチンコ、キク、ユリ、コスモス、お薬。レシピだね、これだから。DIY レシピ。リンゴ400で売れるん？売ってるってこと？これ、ちょっと待って、逆に買い取りをしてほしいんだけど。ん？うん。販売だけではなく不要品を買い取りもさせていただいて、雑草やゴミを持ち込んでくださった方にも謝礼をおっしゃる。おお、いいよ、うん、はい、持ち込ん雑草を引き取ってください。雑草どこで、これ、うん、ちょっとだけリサイクルボックス、うん、不要品などここに集めてる。持ち帰ってもらっていい、うん、中がいっぱいになった古いものは処分しちゃうから必要なものを早めに。へえ、段ボールもらえるの、もらう、引き取る、もうないや。え、どこで売んの、その、これなんか作業だっぽいね。この機械かな。はい、タヌポート、うん、島での暮らしをより楽しんでもらうためのサービスを提供する。ご利用いただけるサービスは2つあるんだ。1つは島で手に入りにくい商品を手軽に通販でお取り寄せできる無人島暮らしじゃない、もう全然そんな、タヌキショッピング、うん、ATM ね、はい、貯めたタヌキマイルを景品と交換するサービスも、利用の手続き、はあ、そのうち、なるほど、うん、タヌポートね、うん、あ、マイルか、こっち、1日1回のタヌポートへのアクセス特典も、あ、1日、毎日ログインせなあかんの、これ、わあ、うん、タヌキショッピング、まあ、まあ、まあいいわ、これはまた見よう、とりあえず5000円返したもんね、ちょっとその、買い取ってよ、うん、うん、買い取って、はい、うん、はい、多いからさ選ぶ、全部選べる、雑草どうしよう、もう全部出すよ、いらんでしょ。リンゴも出せんの、リンゴっているんかな、どれぐらい、10個あればいいでしょ別に、10個だけ持っとく、はい、うん、では計算しますと、はい、7450ベル、うん、値上げできんのかな、まあ、いいか、持っちゃうよ、うん、よし、いつでもお気軽にご利用くださいませ、うん、お売りいただいたフルーツですか、フルーツのような食べ物を食べると力がみなぎって思いがけないパワーを発揮できる。へえ、ああ、なるほどね。うんうんうん。うん。それでも食べて役立つ。なるほどね。こんなに？何の音？これはマイルでしょ？マイルが、いけんのちゃう？今。なんか達成したんちゃう？スリメージ。果物売るとかだったもんね。あ、ほらほら。うん。何個売った？雑な草。300ゲット、はい、450打ったってことも、うん、雑誌、うん、1000か果てしないな、まだフルーツ狩り、
20、もうでも1500溜まってんの。次100個か。でもすごいな。貝殻はまだね、ない。3つぐらいしかない。思い出写真。はい。映える。写真好き。パスポートの更新。不要品書いた。あ、これもいいの？うん。もう結構溜まってきたんだけど、マイル。いい？あとはもうないですか。掲示板ってどこにあるの？あ、外か。なら、あー、フルーツ。フルーツ、木の枝は売っても何もなかったもんね。なんか使いそうだし、木の枝は。置いとこうか。挨拶から。あ、これやな。よし。まあ、いいか。これ？うん、DIY ね。無料の体験会。はい。簡単な DIY レシピを。体験？してみましょうか。やってみます。はい。はい。簡単。作りたいもののレシピと材料を揃えれば、ああ、なるほどね。作業台を使うこと。釣り竿作りを体験してもらう。5本ね。十分あります。はい。はい、持ってます。うん、もしかして草いる？全部売っちゃったけど。うん。やってみて。はい。どうすんの？これ作る。141本あります。はい。道具箱がしょぼい釣り竿。うん、完璧だな。もこんな感じでレシピと材料と作業台さえあれば簡単にものづくりができるということで、以上で DIY、うん、はい、手頃な材料で作れる簡単 DIY。 何の転送。便利になりましたね、いろいろね、うん、いて何なんか増えた。あ、 DIY レシピっていうのが増えたね。はい、きれいに持って帰ってくれていいからね。壊れやすいんだ、うん、なるほど。はい、どんどん釣ればいいと。これだね。あと何覚えた？うん、お気に入り登録。釣り竿を作ったでしょ。虫網いけるね。焚き火もいけますね。木の枝だけか。あとなんかそのさっきもらったやつあったでしょ。これもレシピなんじゃないの。覚える。うん、なるほど。よし、これはえ、硬い木材、鉄鉱石。へえ、なんか木切ったりすんのかな。とりあえず網だけ作っとこうかな。これはな、ここでまずは作っとかないといけないね。うん、しよう。よし、作れる。はい、はい、よし、もっと作る。これも作っときましょう。よし、焚き火ができた。うん、もういいよ。よし、まあいいか。うん、よし、これで、まああとはね、のあ、粒吉いるんだ。何してんの？
ちのさん、どうもです。キャンプファイヤー楽しかったですね。僕たちは案内所で寝泊まりしてるので、何か相談事があればいつでもお越しくださいね。しばらくの間、日中の時間帯を中心に僕、皆さんの様子を見て回っていますので、何をしたらいいか迷われた場合などは、気軽にお声掛けください。これからじゃあ南半球だから冬になっていくんだよね、まあそれは他の、北半球でねプレイされてる方がね、日本人は多いと思うんで、まあまあちょっと違った絵がね、見せられるんじゃないかなと思います。はい、まあそしたら、まあ、今日のところはこれで、終わりにしておきます。次回ね、またこの続きからやっていこうと思いますので、またよかったらね、見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。